今週の出雲ラボはすごく小さい ESP30 に、そう、ESP32C3 について紹介します。 21mm×18mm のサイズに本体プラス USB コネクタまで搭載、ちゃんとアンテナも付属して Wi-Fi や Bluetooth にも接続できます。 DIY がはかどるかもしれない。そう、 ESP32E3 のお話、ぜひ最後まで見ていてください。こんにちは、ったらこんにちは、いつもです。今週は秋月電子でシートスタジオのシャオ ESP32C3 を買ってきました。小さなサイズに機能てんこ盛り、税込み1000円ちょっとでアンテナも付属、 USB 付いてるので PC にそのままつないで開発できちゃう。前半製品について説明して、後半で L 値化と Wi-Fi で NTP サーバーにつないで時刻のゲットを実際にやってみます。というわけで、今週も資料を見ていただきます。で、買ってきたのがこれです。お値段税込みで1080円。秋葉原の秋月の入ってすぐ右側の棚の低い方の引き出しに入ってました。Amazon でも買えるみたいなんですけど、高いです。仕様はこんな感じ。通常の ESP32 と違うのは、シングルコアってとこですかね。あとは Wi-Fi があって、Bluetooth があって、メモリが 4MB と普通っぽいスペックです。実物がこんな感じです。本当に小さいですね。こっちがアンテナ。不思議な模様の配線が見えます。通常の ESP32 と比べてアンテナ面積が大きいので、通信性能が良かったりしないかなとか思いますけど、よくわかりません。敵のマーク見えますね。このシャオというのはいくつかラインナップがあって、これがアルディの互換みたいです。こっちはラズバイ互換かな。これとこれは RF52840 といって、ノルディックの Bluetooth マイコンですね。はい、話戻りまして、ピン配はこんな感じです。このサイズなのでピンは少なめですが、一通りは揃ってるかなという感じ。 DIY ではそんなにピン数が必要になることもないので、なんとかなるかな。で、なんとバッテリー端子まであります。充電 IC を乗っけてるらしいので、 USB 端子から充電できるっぽい。仕様に適合したバッテリーを使用してくださいとあるんですけど、特に認定バッテリーとかはなさそう。搭載された充電 IC の仕様を見ると、1セルのリチウムイオン用みたい。ちょっと怖いですが、そのうち手持ちのバッテリーをつないで試してみようかと思います。メーカーの公式サイトはここなので、もっと詳細なデータが必要な時はこっちを覗いてみてください。では開封から見ていきます。今回は秋月で同じものを2つ買ってきました。シードスタジオのパッケージに入っています。ハサミで袋を開けてみましょう。中には基板とピンコネクタ、アンテナが入っています。逆言うとそれしか入ってません。驚きの潔さです。本体を袋から取り出しています。ちゃんと静電気防止の袋に入ってました。やっぱり小さいですね。中身は全部並べてもこれだけ。あとは自分で何とかしろというスタンスです。プログラムの準備をしていきます。
環境はいつものように VCS 上のプラットフォームは用を。まずはプロジェクト名を決めて、ボードを選びますが、社を ESP32C3 はちゃんと用意されています。ではそのボードを選びまして、プラットフォームは Arduino でプロジェクトができました。ソースの下の main.cpp を開きます。今回はソースコードを手で入れていきますが、公式サイトにチュートリアルもありますし、これくらいのコードなら AI でもすぐに書いてくれます。基本的には順番ピンをデジタル出力にして、1秒おきにハイにしたりローにしたりするという内容。ついでにシリアルにもメッセージを出すようにしました。AI のサポートがちょっと面白いので、今回はコード入力の様子を見ていただいてます。生成 AI の進歩が著しいので、もう何年かするとコードを書くのは人間の仕事ではなくなっちゃうのかもしれませんね。とはいえ、このマイコンに何をしてほしいかというのは人間が指示しないといけなくて、その指示をするにはそのマイコンに何ができるか把握してないといけないわけです。という意味では、人間のお仕事はプログラマというよりはアーキテクト的な方向にシフトしていくのかもしれませんね。まあそのお仕事もさらに何年かすると AI がやってくれるのかもしれませんけど、これから何年かで生成 AI はガンガン進歩していくと思うので、世界がどうなっていくか楽しみですね。入れ終わりましたね。ビルドしてみます。最初だけちょっと時間かかるんですよね。はい、うまくいきました。ソフトの方の準備できたので、ハードの準備をしていきます。ハードの準備だって USB つないで LED を挿すだけ。これが本体。手と比べても小ささがよくわかります。 USB を挿しまして、10番ピンとグランドの間に LED を挿します。いつも使ってる青色 LED ですね。できました。それではいよいよボードに書き込んでみましょう。USB 端子ついてるので書き込みも楽勝。書き込みが終わるとプログラムスタート、点滅が始まります。シリアル通信も確認しておきましょう。LED のオンオフに合わせてちゃんとメッセージが出てますね。もろもろ問題なさそうです。アンテナ含めて動作確認するために Wi-Fi を使ってみます。まずはアンテナを接続。この RF コネクタが小さくて緊張します。しかも結構硬い。繋がったみたいなので LED は外しちゃいます。こっちは準備できました。プログラムを呼び出します。動作としては Wi-Fi 経由で NTP サーバーに接続して現在時刻を取得するというもの。さすがに手打ちはできないので、あらかじめ準備したプログラムを書き込みます。これはちょっと前に Wi-Fi クロックを作った時のプログラムからいらない部分を切り取ったもの。もともとダブルローバー用のプログラムですが、そのままビルドしても平気かな。問題なさそうです。
ゃあ書き込んでみましょうか。書き込み比較的早いですね。アップロード完了。シリアルを確認すると現在時刻が送られてきています。割とあっさり Wi-Fi 動作も確認できました。というわけで今週はシャオ ESP32C3 を買ってきて開発環境とか動作を確認してみました。お値段お手頃だし USB ついてて使い勝手もいいし本体小さいしで結構良さそうなデバイスだなと思いました。今回はね、一応使い道は考えてあります。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とかまだの方はチャンネル登録などよろしくお願いします。さて来週はこれを使って小さい Wi-Fi クロックを作ろうと思っています。なので来週は工作、プログラムは大体できてますからね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。